中日トルネードドラゴンズ、カープを名古屋に幽閉しにドラか勝利。村松が終始良かったな。首位いじめ成立。素晴らしい連国さん。なぜか広島には勝つ。村松うまいな、もうリュークいらんやん。祖父江が無失点で終わらせてしまった。ありがとうチュニドラ。この3連戦 A クラスの野球をしていたわ。勝ちに不思議の勝ちあり、なし合いだったな。最後印象に残ったのは立浪のリクエスト失敗でした。まあバンテリンのカープなので負けたらいかん。広島ファン、中日マジムカつくわ。村松素晴らしい。この先10年ショート任せた。村松のショートが上達している。祝巨人首位、チナキョ3立てできたのもったいない。では広島にお帰りください。チュニドラさんありがとう。上位いじめしかやることないのが悲しいな。細川劣勢の時も打ってくれよ昨日みたいな。サンキュー立浪、巨人のために頑張ってくれたまえ。ドラホーやん、中日強すぎやろ。中日ナイス評価してやる。読売ファンは喜んでるのが微妙。確か去年もカープにだけいい勝負してる。恨まれそう。細川はようやく死球の影響なくなったかな。カープ相手に2勝1敗ならまあ最低限ってとこだな。ご視聴ありがとうございました。